待たせたな。なんだって？ありけんのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは、ARIKEN。ありけんだ、N は1個。ARKEIR なんて言ってかわかんねえな。さあ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へレッツラゴー。 AISRR なんて呼ぶかわかんない、アイスさんかな。さあお互いデカポを飲み合って下と上でやり合っているナイトル。あーでもこれはナイトル選手有利でしょう。下の人は白ダメージ回復するものがないが、横からサクライクルの横やりいるね。さあ家の中にしっかりいることを確認して、ここは卓所で突っ込んでいく。さあダメージはもらっていないが、自分はダメージを与えている。さあしかし敵さんも後ろに引いていきましたね。引いていってるが違いなさそうだね、目の前の人。さあ周りからアサルトライフルも撃たれてるので、ナイトル決めたいところだが、敵さん逃げるのうまいね。さあナイトル、しかし足音しっかり聞いて近づいていっている。さあフォートナイト足音大事だからね。さあ結構長丁場になっている。さあ目の前の壁壊して一気に攻めていきたい。ここはナイトルの壁。さあ横から出てきたところをしっかりと倒して4ポイントゲット。ナイトル自重ク画面いこうか。さあクジャク、アンチ外から走ってくる敵、さあ見えているか。さあ狙ってますね。ヘビースナイパー持ってるので、ヘッドショット当てれば4ポイント一気に入ってくる。さあいきなり凄まじいものを見てしまった。まさかの窓1個分。この人はウソップか何かが麦わら海賊団にいるぞ。こいつは今回初戦にしては。さあ目の前の壁を壊して、さあアンチ移動、ジャンパッドで移動してる敵がいるが、ここは倒さずに、まあ、まずは自分の安全な場所を確保する。さあ目の前、うわさあ油断してたら突っ込んでくるぞこの男が。敵が見えない。さあ横でやり合ってる敵に、さあショットガンと、ああなめんなーララリンジババーダフー。さあフロッパー結構な量落ちているぞ。さあフロッパー食べながらミニポもしっかり飲んで、資材も90まで回復した。2ポイント11ポイントも入っていく。の壁がたくさんあるので、ここは壊せながら目の前に敵がいる。130一発で倒す。さあ卓所のエームもめちゃくちゃいいぞ。ここはアンダーグラウンド、下の方に落とされていったワールドホーク、少し上に行って中間。さあしっかりと目の前取ろうとしてるね。これもついとこ来たね。これはうまい。さああまり人の壁がないとこまで降りたが、さあ下の敵を倒そうとしているか、ワイルドホーク。さあちょっとワイルドホークが固まってしまったが、大丈夫かこれは。さあ大丈夫、20ダメージ食らってしまった。目の前の敵、さあ HP 削って、さあ資材だ。ここはゴリ押しでネクサスのポコさんを倒して、フロッパーがたくさん落ちている。さあロケットランチャーの貫通ダメージで一発入れられたが、さほど大きなダメージじゃない。さあアンチダメージで周りが死んで、残っていったのはワイルドホーク。1試合目7キル61ポイント、圧倒的1位でしょう。そうか、さあやっぱ1位、そうですよね、ワイルドホークですよね。さあ下ではプロ狩りのおにぎりが、さあヘンチマンに、さあ攻撃されている。ここはスイルも入り込んで目の前の敵倒していきたい。さあショットガン、目の前のおにぎりさんも、さあこわー。さあ150頭に入れたんですが、ここはこのなんだ、何サブマシンガンだこれ。このね、ここだけにしか落ちないサブマシンガンで一気に削り取っていったプロ狩りのおにぎり。同じ人だったら、さあこれは激アチリベンジ対決になるがちょっとわからない。さあ一発ショットガン入れられて、目の前の敵持ってるのが卓所紫以上。さあダメージが出るとリレーさん頑張って下に逃げていて、デカポー飲みたいが、さあ目の前の敵は許してくれない。さあ結構ゴリゴリ来る。さあ後ろに逃げてどうにかしたい。ここはカウンター入れるか。さあエディットめちゃくちゃうまい。建築で圧倒していきたいが、ダメージ差つきすぎている。でさあやり合うでしょう。さあ落とされていったところ、ダメージ与えられてリレー
さんがさあやられていって、これ読み方が合ってる？ケアしてるね、上の人は。さあ落としていきたいが、さあ横飛びから打っていく。落下ダメージ50食らうが、目の前の敵もさあ HP 少ない。ミニポを回復して、ここはしっかりショットガン当てて2試合目勝っていったのはデルタプロ狩りのおにぎり。ナイス、66ポイント勝っていきたいと思います。うわすごい、89ポイントえこれだよね。息入れても無理だから多分なんかもう、あーすごい、うわー出た出た、これもういつものやつ、すごいすごいかっこいいな。やっぱこの降り方流行ってんのかな、みんなそうやって降りてるよ。ほら見てみんな、すごい新しいゲームになりました、フォートナイトは。編成だが目の前にデータスタンス、これはシャットライフロッカー、3点カット。さあこれでもうシールドは残り1。さあヘイト向けながらワイルドホーク回復させる前に倒していきたい。さあ詰めていってサブマシンガンでゴリゴリ張り替えてワンボックス。さあしかしここは逃がしてしまったワイルドホーク。さあサブマシンガンで移動してカウンターを狙っている。さあレタスさん目の前のプレイヤーもねうまいよね。さあしかしここは目の前にいるのはワイルドホークだぞ。さあカウンターを決めようとしているレタスさん。さあどんどん入り込んで、さあワイルドホークがさあ追い詰めている形。しかしレタスさん、さあしっかりとシールドを回復している。3発当てるだけでもうシールなくなるからな。さあワイルドホークここは引いていったが、レタスさんがおめえ何誰に喧嘩打って逃げれると思ってんだと。さあアサルトライフル打っていくが、さあいろんなところからヘイトをもらう、今度はお前の番だと。さあワイルドホークヘイトもらいやすいところにいるか。さあ木に隠れながら見てますね。あ目の前いるぞ、ほらスルスル移動して一発100ダメージからおお最強すぎる。さあなんか無駄なヘイトもらって死んでいくみたいな、超アンラッキーこれ。さあ暴君がさあ目の前、あっ黒川さんがトップ、あそっち系ですか。あすごいな、ワイルドホークさん、ワイルドホークさんそっち系ですか、なるほど。だデカポがでけえでけえパンチひどいな。そうね、クソパンチね、皮越えて。ワイルドホークがまだあると言っていたのであるんでしょう。目の前スイルム、さあ音、わあ、あ強い、強いよ。先溜まってたらもうそれはワイルドオークが言ってます。かわいそうだな、かわいそすぎる。次のランキング、さあこれはこれ多分さあ100ポイントいってるのはクジャクだけだね、つえ。さあお互い 長い間やり合っているが、早めに決着つけないと。さあ漁夫が来てしまう。さあ目の前エディットして、さあ決め切りたい。さあ NFR ラル JP を倒したのお兄さん行く。さあルートは見えている。さあ後ろから逃げ遅れた敵を倒していきたい。57、さあケアされましたね、しっかりと。さあ1キル入れて回復していきたい。さあ目の前にはい、パーティーがいるが、これ倒しているか。ハーフガンで資材を取りたい。捕まった。で横から出てきたミニガンをさ倒して強い。さあ回復できた。クロッパーまだあるのでアンチガイムーブできる。さあ横からショットガンだが落ち着いている。さあエディットしながら次のアンチまで走っていく。うまい。さあ 168HP は回復。さあ目の前にいる敵倒していきたいが、さあ周りがすごすぎてわけわからない。下にいる S3 をキル。さあ怒涛のキルが始まった。資材はゲットできた。さあデカポ1個拾って、さあ次のアンチに行きたい。さあ川の中に入って少しアンチ移動しづらい。残り資材は29。ないさあこれは、さあ下の方ギリギリ通れている。さあ目の前に資材が落ちているかどうかわからないが、さあ資材ギリギリ取れた。さあボブ君が対面にいる。組む。さあ飲めた。残り資材6枚。さあ石を取ってレンガが、あなかなか増えない。ここはボブ君にアサルトライフルで削り取られてしまった。うん、
さあでも川があるからちょっと移動して、さあ目の前に資材があるぞ。鉄があるからロケットランチャーぶち込まれて残り HP30。 さあミニポのみたいがここは入り込みでやられてしまう。さあ残り 1v1、 レタスさんとさあジョージャさんかな、これはジョージャ 1v1。 さあグラップラで上を取られたか、これは取られたね。さあ残り 1v1 です。ここは下に落ちてきます。ロケットランチャー危ない、間一発。さあガードできたが川の中、さあ動きづらいぞ。うわつら。さあロケットランチャー貫通ダメージ、うわロケラン入った。残り HP49。 ギリギリミニポを飲んでいくがこれはしんどい。さあ資材はまだあるので、さあ建築していきたいが、ハイグラ落として残り HP お互い少ないが、ここはミニ1、うわ決めたな今のは。ハイグラの VX ジョージャさんがラスト試合決めていきました。 GG。 じゃあ今日はここら辺で、観戦配信終わりにしたいと思います。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。また明日お会いしましょう。それじゃあまたな、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。